ハピキン。せーの、こんにちは、ハピキン兄弟です。今日はラストオブアスパート2やっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。前回のあらすじは、うん、変なとこでうんっていうこの小僧のお姉ちゃんが腕を怪我していて、はい、手術をするために病院にいろいろ道具と薬を取りに行こうとしてます、うん、でこのビルの中に入るためにはガスマスクが必要です。なんでかっていうと、はい、胞子がめちゃめちゃ飛んでるから。でアビーはマスク持ってたんだけど、この小僧が持ってなかったんだよね。アビーが小僧のガスマスクを探しに行ったんだよね。そう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 。で今装着させて2人で飛び込もうっていうところまでだね。そうだ、行くよ。はい。本当にそこに入るんだっけ。そう、こっからね、下に降りたいんだけど、ね、そしたら病院に着くんだと思う。はーい。あれ、ロープ、ロープある。あ、なんかあったよ、ロープ。よし、持ち上げてあげよう。あれって消火ホース。消火ホース、下ろしてくれる。わかった。めちゃめちゃ怪しい見た目だよ、これアビー体重82キロじゃ85か。アビー予想だけどね。そう、アビー85キロで、この子ぞ42キロくらいだと思うんだよね。そう、もうちっちゃそうね。だからさ、大丈夫、違うんだ。うん、持ち上げてとか言っても絶対無理だよね。ねえ、橋でさ、アビーが落ちた時にレブが手を差し伸べたじゃん。うん、で一緒に落ちちゃったからかわいそうだよね、道連れ揃ったうわ、すっご、手の摩擦大丈夫か。切れるやつ痛いやん、うん、これさ、すっごい数のゾンビいると思うよ、ね、そうだね、なんかさ、あれそうじゃない、死んだ後のね、そう、うわ、やば。え、音聞こえた、聞こえた。こっちに来るな、やばいな、帰れみたいな感じそれ昔話とかじゃんよし、小僧は、小僧は来るんじゃないかな。どう、来てくんないの。お、来た来た、来て来て。いやいや、ぶら下がってると死体に見えるなぁ、ケツなこと言うな。降りてきてほしい、降りてきてる、これ。え、止まってるよね、小僧。小僧、え、あ、進んだら降りてくのかな。あ、そういうこと、先に行けってことか。来てる、あ、来たか。お、来たよ。あ、来た来た。違う、アビーの息が荒いよ、ね、高所恐怖症でさ、こんな朽ち果てたビルにいたら最悪だよな、この人こんなに高所恐怖症だったんだね。初めてだよね。だってさ、オーウェンとデート中に観覧車から飛び降りたじゃん。あの時飛び込んだのにね。でもあれはさ、ほら、好きな男だったから、あー、心配して飛び降りたわけだ。すっげー勇気だね。そう、やっぱ愛っていうのはすごいね。いや、語るな愛よまだ早いてうわやめてほしい。あのね、一回ゾンビでびっくりして、二回目弟の声でびっくりするから。俺も同じわ。こいつの声でびっくりした。あーやべ。ナイフないのかな、ナイフ。レブ、レブ、屋根やっつけてくれ。よっしゃ、死んだ。寄せてよ。あー、危ない危ない危ない。あー、びっくりした。壁から生えてる、こいつ。あ、ね、落ちる落ちる。こいつ落としちゃえばいいんじゃない。落としちゃえば。鉄パイプ持ってない。弾だった。あ、やば。あ、体力ない、体力ない、体力ない。あそこ敵いる？いない。うわぁ、落ちたよ。あ、やばい、銃構える時間なかった。レブ。レブ、レブ来てくれ。すごい攻撃力。ね、すごいすごいすごい。あ、掴む掴む。ステルスキル。めちゃめちゃなんか好き。めちゃめちゃいいよ。腕になんかつけそうじゃない？ね、きったね、やだね、こんなの。こんなの。触りたくないよ。いや、こういう世界になったらさ、うん、やるんだよ、ステルスキル。やらねえよ。いや、ダメだ、倒さなきゃ。やらねえよ。いや、きたねえな。きたねえ。ねえ、引っ越し先がここだったら嫌だよね。最悪じゃん引っ越す前にちゃんと内見しようよ。あと旅行行った時にここの部屋だったら嫌じゃない。最悪、もうそしたらもうね、旅館ごとぶっ放すわ。これでもし100万あげるとどうする。いや、やだ。1000万は嫌だ。あ、
もう堅実だね。地球くれるって言ったらしょうがないけど。地球欲しいか。すべてが自分のものになるんだよ。これブローターじゃない？え？本当？ブローターだよ。でかい。あいつだ。死ぬ時に変なの出すやつ。やばいやばいやばい。逃げろ逃げろ。単逃げる。落ちないよね。うん。あいつだけだよね多分。でもしかしたら構えてんのかもあいつの周りに。だっていつもあいつの周りにはたくさんいろんな人がいたよ。確かに人じゃないけど、うん、かなり効いてる。大丈夫死ぬ、うん、あともう少しだ。あーあーくもみまむみみまむみめちゃめちゃ平和な叫び声やばいよ。あ危ない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 。一回逃げる。どうする。逃げる。いや大丈夫。死んだ。死んでねえ。あ、死んだ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 。逃げろ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 。危ねえ。食らわなかったよかった。死んだよね。左から来るよ。来るよ。走ってくるから気をつけてよ。やばい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 。死んだ死んだ。あ、わかんない。あ、死んだかも。様子見よう。やったね。大きいやつ倒した。やったー。大きいやつっていうのかわいいね。確かによく見てみようか。いや見たい。いやすごくね、あれ作るのすごいリアル。うわー汚な。これさ、もしエンジニアとかデザイナーになってさ、うん、1週間とか2週間かけてずっとこの物体を見て描くんだよ。確かに嫌だ。すごい嫌だよね。気が病みそう。モンスター係の人はね、モンスター係。あ、誰かいる。病院でウルフが、ウルフが見守ってんだよ。ボートだ。あんたはここで待ってる。え、死にかないの。一人で行くの。どうして。あんた殺されたいの。私ならバックギャモンの文句言われるだけ。バックギャモン。侵入者か。味方だよ。行くなって言われたもん、ね。撃たないで。私アビーだよ。アビー。あ、味方だ。アビーだ。マジかよ。分かった。やっぱりじゃあ味方なんだ。確かに。でもアイザックがさ、あいつは裏切ったから殺せって言うかもしれないよ。お疲れ。お前、泳いできたのか。ああ、ボートが壊れて。アイザックに医療品取ってこいって頼まれてるんだけど。嘘ついてる。ね。どっちみちボスに届ける予定だぞ。何がいるって。ああ、極秘なんだよね。基地の外で必要って。全部運び出されてるとこだ。必要なものがあるか調べてみろ。ねえ、ノラいる？ここに来るって昨日言ってたから。は？スカーに見つかった方がマシだな。あの裏切り者。ほら、オーエン、裏切り者って言われてる。アビー、ダニーのこと聞いた？噂ならね。まさか広めてない？まさか、ジャンジャン。そう。全員知ってるよ、多分。でもさ、この時点で電話機あるのかな？電話機？アリス！え、これアリスなの？ベアじゃない。あ、違う。あ、違うか。オーエンの家にある。犬。これ、アビーやばくない？オーエンと付き合ってたこと多分みんな知ってるからさ。仲間だと思われてるのか？うん。でもさ、薬を取りに来たってことがさ、うん、ボスからの指示じゃないってことになったらさ、うん、やられるね。そっか、なんかオロナイン取らなきゃ。オロナインじゃねえ。オロナインってね、使い方間違えるとまずいらしいよ。どういうこと？蚊に刺されたところにオロナイン塗ったら違うじゃん。違うね。うん。1フロアずつね。まだ物資残ってる？ああ、もちろん。まだ他の階もあるぜ。うわ、頑張って。今ちょっと回なかった答えるまで。うん。怪しい。というか、ここの気候は好きなんだが。もうさ、ドア開けるのがこんなにさ、躊躇することないところもすごい平和だよね。あんたまでここに？そう、ついてるでしょ。ねえ、医療品が欲しいんだけど、どこに行けば。アビ、ボスの命令だ。基地に戻れってよ。え？アイザックと話させて。直接話しな。次の便で戻るぞ。悪いな。ちょっと何なの？こいつは昨日脱走した。バレてる。でもここで戻ったら間に合わない。手を出せ。本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。途中で投げ出したいと思った方、レブの頭を触りたいと思った方、どちらもチャンネル登録高評価お願いします。ではまったね。ワン
だいまね、犬似てないんだけど、ね、猫は得意だけど犬は似てなかったね。猫めちゃめちゃ似てるのにね。